있다면 일본은 유명한 검극이 있다. 여성이 남성 역을 하는 일본에서는 유일한 사무라이 스타. 그녀가 말하는 네트르마니 혈안. 私寝てる前にってこれをねいただいたっていうのはこれね私の、まあ、お客さん不安ですね。その方がね足が楽になるからねお使いなさいよって言われて私年中怪我してるんですよ、まあ、ともかくね居合ちょっとこれですよこれですからね本身ですからそれで怪我しちゃったりまあともかくね半月板をやったりもういろいろもう皆さん知ってるもんだからね騙されたと思って使ってくださいよって楽になりますよって言われて私はそれを使いましたね。寝てる前にこうやってハッとつけて朝起きたらお寝てる前にけんちゃなよけんちゃなよですよもう私これ使えねえよ